先生、おっす、ご視聴様からご質問がいただいております。陽性処置開業に向いている人の特徴とは何ですか？3つ挙げると、1つ目、貢献心が強い人。お客様は初認可を取りたいとか、何かしらの課題を持ってご相談に来られるかな、少しでもお役に立ちたいと思える貢献心が強い人。2つ目、責任感がある人。人生に関わる非常に重大なご相談が多い、これを最後まで責任を持ってやりきれるかどうか。で、その案件っていうのは当然難しいから相談に来ているから、かなり壁にぶつかります。それを最後までやりきれるかどうか。3つ目、夢がある人。陽性処置として開業したら事業主になるわけですから、場合によっては24時間365日常に仕事のことを考えて、熱意を持って、より良くなりたい、こんなこと実現したい、そういう思いがないとその道で成功するっていうことはできませんから、強い思いがある人じゃないとやってて辛いと思います。ぜひね、貢献心と責任感と夢がある人、同じ行政書士という立場からお客様の課題解決に貢献して社会に貢献していきましょう。応援しております。